岐阜からめぐみに突然連絡が入った。めぐみか、すまんが助けてくれないか。どうしたの？実はな、言いづらいことなんだが、息子が会社の金に手を出していたようなんだ。息子に聞いたところによると、企業のお金のほとんどの金をギャンブルで溶かしてしまったようなんだ。わかりました。それでは100億円お貸しします。兄さんを探して大丈夫だと伝えてあげてください。それと俺の連絡先とマンションの住所を伝えておきます。俺は玄関のロックを解除し、ドアを開けると突然岐阜と義兄は玄関で土下座した。この度は大変申し訳ありませんでした。本当にこんなバカ息子を持って情けないです。二人とも顔を上げてください。私はあなた方から信頼が欲しいだけです。俺の名前は酒井優馬、33歳。俺の両親は俺が物心つく前に病気で亡くなり、父方の祖父母も母方の祖父母も亡くなっていて、いわゆる天涯孤独の身というやつだった。俺は児童養護施設に預けられた。施設では職員が俺たちの身の回りの世話をしてくれた。学校から帰ってくると洗濯を回したり、風呂に入れてくれたり、温かい食事を作ってくれたりしてくれた。俺がテストで100点を取ったり、先生と親の交換ノートに俺のしたいいことが書いてあれば、自分のことのように嬉しそうに俺の頭を撫でてくれて、逆に友達と喧嘩をして怪我させたり、友達の文房具を盗んだりしたのがバレた時には、まるで本当の父親のように本気で俺のことを叱ってくれた。俺は子供の頃を思い出す時、優しく温かい職員の顔が今でも目に浮かんでくる。児童福祉施設にいる時にはいろんな子供と一緒に生活していた。俺と同じように親を亡くした子や親に捨てられた子、親から虐待を受けていた子まで、事情はその子供によって様々だ。同じクラスでそんな俺に優しくしてくれる女の子がいた。女の子の名前は小林めぐみと言った。俺たちは誰の目も届かない学校の裏側に来ては話をしていた。最近好きなアイドルの話、学校の先生や施設の職員の愚痴、将来の夢について、俺たちはたくさんおしゃべりをした。俺はめぐみと話す時間がとても楽しかった。めぐみの声、髪の香り、瞳の美しさ、俺は次第にめぐみに恋をしている自分に気づいた。俺は施設の裏でめぐみと二人きりになれる幸せを感じていた。
そんな風に過ぎていく毎日の中で、俺には親がいないこと、そして児童養護施設に通っていること、同級生はどこでそんな情報を仕入れてくるのか、情報はいつの間にか知れ渡っていった。学校の先生に、あんな子たちとうちの子を遊ばせないよう注意してくださいね、とはっきりと言ってくる親もいたし、俺に対して親なし子、残酷な悪口を言ってくるやつがいるのは日常茶飯事だった。俺は強く生きていかなければならない。そうしないと心が折れて生きていけないと子供ながらに感じていた。俺は昔から運動神経だけは人一倍よく、サッカーが好きだったため、中学からは児童養護施設を離れ、有名サッカークラブユースの合宿所にお世話になることに決めた。俺は中学に通いながらも、授業の時間以外の時間すべてをサッカーに費やした。相手が自分より年上だろうが、体が大きかろうが、俺はレギュラーになるためにどんな練習にも必死に食らいついていった。試合に負けた時は夜寝る前、そのことを思い出して悔し涙を流した。俺にはここしか帰る場所がなかったから、誰よりも強いハングリー精神を持っていたと思う。中学ではずっとレギュラーの座をつかみ、その力を認められ、高校もサッカー推薦で入学した。高校になってからも、俺は毎日の厳しい練習に耐え、1年生からスターティングメンバーに選ばれるようになっていた。俺たちが3年生の時には全日本高校大会で優勝も果たした。俺はその時、これからも俺の人生は華々しいものになるものだと思っていた。俺は大学にもサッカー推薦で入学した。そこは私立の大学だった。綺麗な2階建て鉄骨アパートの寮を割り当てられたが、自分だけが使っていい部屋を持てたのがとても嬉しかったのを覚えている。俺は大学に入ってからも今まで以上に練習に明け暮れた。そんな時だった。サッカー部の先輩が大学に通う女子生徒に暴行を働いたという噂が広がってきた。その話を俺は初めテレビのニュースで見ていたが、信じてはいなかった。しかし警察や第三者委員が調査したところ、同じようなことが他にも2件発覚したのだ。俺はサッカー部の存続がどうなっていくのか心配だったが、監督から今回3件の暴行事件が起こったのは事実だ、お前らも部の存続について心配していることと思う、しかしどうにかして廃部だけは免れることができると思うから、心配はしないでほしい、というメールが部員に送られてきた。俺たちは
学校の方針が決まるまでキューブという形をとった。心の中では伝統のあるこの学校のサッカー部がなくなるわけないし、監督から廃部は免れるだろうとメールも来たし、関わったのはごく一部の生徒だったので、心のどこかで大丈夫だろうと考えていた。その考えが甘かった。連日報道されるニュース、明るみになる実態、理事長や監督の監督不行き届きなど、日が経つにつれて問題は大きくなっていった。そして結果、理事長は退任し、俺たちの一番恐れていたサッカー部の廃部が大学の方針で決められた。俺たちはテレビの取材に応じて、大多数の部員は潔白であり、これからも部を存続させてほしいと訴えたが、決定は覆ることはなかった。そして俺はというと、サッカー推薦で大学へ入学していたため、廃部となるともうサッカーを続けることができなくなってしまったため、自主退学することに決めた。大学を辞めてからもいくつかの大学から誘いはあったが、やはり悪い噂のレッテルはそう簡単に剥がれるわけはなく、最終的にはどこの大学へも転入することはできなかった。そしてそれからが大変だった。俺は中学からサッカー一筋だったため、一応経歴上では高校卒業ということになっているが、勉強はからっきしできず、まともな職にありつくことができずにいたのだ。そんな悩みを抱えながら職業相談所へ行った。紹介されたのは大工の仕事だった。昔から体が丈夫な俺にはぴったりの仕事だと思った。大工の仕事は俺の思っていた以上にきつかった。夏は暑く冬は寒い中、大きな木材を肩に担いで運び、それを何度も繰り返す。夏の暑い日なんて、水分や塩分の入った飴を体に入れなければ倒れてしまいそうになることも少なくない。俺は会社の寮に住んでいた。俺は大工の仕事も頑張って働いたが、だんだんと建築について興味が湧いてきた。そして独学だが、建築に関する勉強も始めた。サッカーばかりに打ち込んできて、他のものを何も知らずに生きてきて後悔したことと、大工だけの知識はあるが他のことに関する知識はないことを重ね合わせ、それを避けたかったんだと思う。俺は昼は大工仕事を、夜は建築の勉強を必死に行った。時には徹夜することもあり、次の日に何やってんだ、しっかり仕事に集中しろと怒鳴られることもあったが、俺は毎日忍耐強く勉強を欠かすことはなかった。そして俺は建築に関するいくつかの資
格を取得し、最終的には建築資格の最難関といわれる一級建築士の資格を手に入れることができたのだ。資格を手に入れてからは、大工でお世話になった人たちに礼を言って大工仕事を辞め、建築士を募集していた会社に面接し合格。見事建築士として採用されたのだ。そして俺はその会社で毎日一生懸命働いた。そして一生懸命働くうちに、俺の仕事に対する周りの信頼も厚くなり、俺は小さいながらも自分の会社を持てるまでになった。そんなある日、同世代の知り合いから合コンの誘いがあった。俺は元来人と話すのが好きだったし、仕事のコネクションを増やすためにもいい機会だと思い、合コンに参加することにした。合コンは男性陣3人、女性陣3人の計6人で行われた。先に合コン場所の居酒屋に着いたのは男性陣だったので、後から女性陣が合流する形となった。ある女性の顔を見て、俺は驚いた。はじめは信じられなくて自分の目を疑ったが、目の前には小学校の頃の初恋相手のめぐみが座っていたのだ。明るく染められた綺麗な髪、少し切れ長な奥二重、綺麗に通った鼻筋、潤いのある唇。彼女は素敵な大人の女性に変貌していた。合コンは滞りなく終わりを迎えた。俺は帰り支度をするめぐみに、本当に久しぶりだよな。ちょっとどこかで話さないか?と言うと、ええ、いいわよ。俺たちは合コンをした居酒屋から少し離れたバーで話をすることにした。元気だったか?ええ、元気よ。ゆうまこそ元気だった?当たり前だろ。俺はそれだけが取り柄なんだから。めぐみは昔みたいにふふふっと笑った。それから俺たちは小学校の頃の思い出話や、めぐみの親が離婚したこと、二人のこれまでの反省などの話をした。話は尽きることはなかった。俺は楽しそうに笑顔で話すめぐみに、あの頃と同じような恋心を感じていた。数ヶ月たち、俺はめぐみに告白し、俺たちは付き合うようになった。付き合いは順調に続き、結婚することになった。そして俺は結婚の許しを得るために、相手方の家へ挨拶に行くことにした。俺は自分の持っている中でも一番高いスーツで挨拶に臨むことにした。めぐみの実家に行くのは初めてだった。めぐみから教えられた住所を頼りに、めぐみの実家を探すと、小林と書かれた表札のある家を見つけた。きっとこれがめぐみの実家に違いないと思い、俺は門の
チャイムを鳴らした。はーい。俺、ユーマ、挨拶に来たよ。ちょっと待ってて。すると、玄関が開き、めぐみから、こっちこっち、待ってたわよ。と、促されて、家の玄関をくぐり、和室へと通された。めぐみからは、木造一階建てと聞いていたが、あまりの広さと立派さに驚いた。飾ってある掛け軸や大きな壺なんかも、とても高価なもののように感じる。今、お父さんとお兄ちゃんを呼んでくるわね。めぐみがそう言って、部屋を出て行ったので、これは自分の横に持参した菓子折りを置いて正座をして、義父と義兄を待った。そして義父と義兄はすぐに部屋に入ってきた。机に向かって右側に義父と義兄、向かって俺とめぐみが座った。そして俺は、岐阜にお辞儀をして、持参した菓子折りを渡した。岐阜は、それを受け取ると、自分の後ろに放り投げるようにして置いた。ゆうまくんとか言ったね。それで、我が家に何の用があるんだい？これは、一呼吸置いてから、お父さん、私に、めぐみさんをください。そう言うと、俺とめぐみは、二人並んで、頭を下げた。何を言うのかと思えば、そんなたわごと、おかしすぎて、笑ってしまうわ。そうだ、そうだ。こんな、どこの馬の骨かもわからないやつなんかと、結婚させる気なんて、あるわけがないだろう。そんなことしたら、俺たちの会社の恥にもなりかねないし。めぐみは、以前、言っていた。義父と義兄は、祖父が作った、有名企業に、骨入社で入り、社長と副社長をしているということを。きっと、お前の目当ては、俺たちの企業の財産なんだろう。君の最終学歴は何かね。ちょっと、お父さん、初対面の人に失礼よ。最終学歴は高校です。サッカー推薦で入学したので、勉強はほとんどしませんでしたが。やっぱりな、見るからに低能だと思った。お前みたいな低能に恵みをやるわけない。それこそ、お前みたいな運動神経しか脳がないやつの仕事なんて大したことないに決まってる。ぜひお前の職場が見たいもんだ。低能の働いている職場をね。もうやめて。私はユーマを愛しているの。そんなにユーマをバカにするなら、もう今日限りであなたたちとは絶縁よ。さあ、行きましょう、ユーマ。義父も義兄も、俺の困る顔を見られるのを期待していたのだが、俺は笑顔で、いいですよ。それじゃあ、お父さんもお兄さんも、明日、俺の会社にいらしてください。と言い、すっと立ち上がると、めぐみの家を後にした。めぐみは、俺の後を追いかけると、ごめんね、今日は。あの二人は、
昔からああなのよね。祖父の残した50億もの莫大な資産だけが自慢で、日々優雅な暮らしを楽しんでるって感じ。人間としての感情をどこかに捨ててしまったみたい。本当にごめんね。大丈夫、気にしていないよ。それにめぐみは俺の会社に来たことないよね。よかったらお父さんたちと一緒に来るといいよ。ありがとう。あなたの職場見てみたいから必ず行くわ。そして次の日、岐阜、義兄、めぐみは俺が教えた住所の前に来た。そこには都内の45階建てビルが建っていた。まさかこんなビルの中であいつが働いているわけないだろう。もらった住所間違えているんじゃないか。いや、父さん合っているよ。このビルの案内板を見てごらんよ。1フロアじゃなくて、このビルそのものがどうやらあいつのものらしい。都内の一等地にこんなビルを所有なんて、資産にしたら5000億はくだらないぞ。その時、俺は3人の後ろから近づいた。いつものように案内係の女性に、お帰りなさい、社長、と挨拶された。すみません、商談が長引いて遅れてしまいました。早速、社長室へご案内します。4人はエレベーターに乗り込み、俺は45階のボタンを押した。おそらく最新式のエレベーターだろう。振動を全く感じることがなかった。社長室のドアを開けると、東京を一望できる窓で囲まれた部屋がそこにはあった。なんでお前みたいなやつがこんな会社の社長なんだ。俺にも信じられないですよ。ただ一つ言えることは、真面目に努力する人を仕事は裏切らないということです。最初は小さな仕事でも口伝えで仕事の評価はどんどん高まり、今では都内のほとんどの建設業を任せられるまで会社は急成長しました。信じられん。ただの低能だと思っていたのに、資産はどのくらいあるんだ？詳しくはわかりませんが、2兆は超えていると思います。義兄は唇を震わせていた。岐阜と義兄は俺と自分たちとのあまりの格の違いにうなだれていた。めぐみは窓から見える東京の景色を見て一人はしゃいでいた。それから数日後、岐阜からめぐみに突然連絡が入った。めぐみか、すまんが助けてくれないか。どうしたの？実はな、言いづらいことなんだが、息子が会社の金に手を出していたようなんだ。息子に聞いたところによると、企業の金のほとんどをギャンブルで溶かしてしまったようなんだ。私には関係ないわ。あなたたちとは絶縁しているわけだし。そこをなんとかユーマくんに
なんとかできないか聞いてみてくれないか。俺はめぐみと同じ部屋にいた。たまたま電話がスピーカーになっていて、事情はすぐに飲み込めた。お父さん、お兄さんの持ち出したお金はいくらですか？会社の資産すべて50億。わかりました。それでは50億円お貸しします。お兄さんを探して大丈夫だと伝えてあげてください。それと、俺の連絡先とマンションの住所を伝えておきます。何かあったら連絡ください。ああ、わかった。恩に着るよ。それから数日後、義兄が家に戻ったということをめぐみから聞いた。俺とめぐみは駆け落ちをするつもりで生活を送っていた。その時、俺のマンションのインターホンが鳴った。誰だろう？と、インターホンの画面を見てみると、義父と義兄が立っていた。俺は、玄関のロックを解除し、ドアを開けると、突然、義父と義兄は、玄関で土下座した。この度は、大変申し訳ありませんでした。本当に、こんなバカ息子を持って、情けないです。二人とも、顔を上げてください。私にとって、お金は、ただの紙切れです。私は、あなた方から、信頼が欲しいだけです。私は、めぐみさんを守っていきますので、私を信頼して、どうか結婚を許していただけませんか？義父と義兄は顔を見合わせると前を向き、同時にめぐみのことをよろしくお願いしますと言って、また頭を下げた。めぐみは、ユーマのこと、低能とか言って、馬鹿にして。でも、ユーマが素敵な人だって、わかればいいのよ。私も、絶縁を解いてあげるわ。そして二人は、マンションを後にした。そして、俺たちは晴れて、家族みんなに見守られて、結婚することができた。俺の会社は成長を続け、建設に関わるビルが何棟も増えて、順調に仕事を続けていた。結婚してから1年後、赤ん坊が生まれた。義父の家へ遊びに行くと、義父は赤ん坊を目に入れても痛くないといった様子で、あやしている。会社を成長させていくことも大事だが、俺にとって一番大切なのは家族だ。俺は明るく笑顔の絶えない家庭を築いていきたいと思っている。最後までご視聴ありがとうございます。もしよろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。では、次の動画でお会いしましょう。